痩せる魔法のお茶の作り方をお伝えします。体重が増えてきてしまった理由は、実はあなたが日頃飲んでいるドリンクに原因があるかもしれないですよ。もし今からお伝えするお話心当たりがあるあなたは、この動画をしっかり最後まで聞いていただいて、しっかりと元気に痩せていただきたいと思います。実はですね、糖分を知らず知らずのうちに取ってしまっている可能性があるんです。それはもしあなたがですね、普段飲んでる飲み物が、炭酸飲料であったり、あと実はスポーツドリンク、これからね、暑くなるじゃないですか。その時にやはりそのスポーツ飲料ですね、結構その熱中症対策で飲む方多いと思うんですけれども、実はものすごい糖分が入ってるんです。500ミリリットルのそのスポーツドリンクですね、炭酸飲料もそうですけれども、大体もう最低でも角砂糖がもう12、3個分以上入っているとね、言われているわけなんですよね。でまた果物だからいいかなと思って、例えば 100% の果汁のジュースであったり、あとスムージーですよね、ビタミンとか取れるからこういいかなって思うじゃないですか。お砂糖入ってないし。ただですね、糖分という意味で言うと、果糖が案外ですね入ってるんですよ。普通の 250ml の、リンゴジュースですね、 100% リンゴジュースでも、角砂糖がですねかなりの量、7、8個ぐらいに入ってるんですよ、糖分で言えば。ですよね。体にいいなと思って飲んでるものが、実はものすごい、加糖されている飲み物、糖分がたっぷり入っていたというわけなんです。そこでそんなあなたがですね、その普段飲んでるその飲み物を今からお伝えする痩せる魔法のお茶に変えるだけで、もう根本から痩せ体質に変わることができますし、またもう細胞レベルからですね、健康に痩せることができるんです。でこの材料と作り方を後半でお伝えしていきますから、どうぞ最後まで楽しみにしてご覧くださいね。でその材料のベースを早速ご紹介していきます。ベースは麹ドリンクなんです。でこの麹ドリンクはですね、痩せる飲み物と痩せるドリンクというお題で別の動画でお伝えしたところ、 ものすごい反響をいただいたドリンクなんですね。もうコメントが何百も来てですね、一つ一つ丁寧にお返ししていたんですけれども、それだけ反響が大きかったドリンクなんです。でなぜそんなに反響が大きかったかと言いますと、その効果なんですよね。5つあります。1つ目は麹ドリンクが持つその酵素の力がすごくもう豊富なんですね。なのでその腸内環境が改善されて、結果便秘下痢がですね解消されるんですよ。そして2つ目、その持つそもそもその豊富な酵素の量プラスビタミン B 群もですね豊富なんです。ですからそのことでその肥満やなんと糖尿病の解消にもなります。そして3つ目、そのここと一緒ですが、腸内環境を整うことであなたのその免疫力、免疫機能がアップするわけです。で今まだまだその新型コロナウイルスの影響は心配ですよね。油断できません。その時にあなたの免疫力がもう最後の要なわけです。そもそも免疫力が高ければウイルスにかからない、病気しないということですよね。ですからしっかりとここで免疫力も上げて強い体を作っていくということもできるんです。で4つ目、私たち女性は特に嬉しい老化防止ですよね。これはですね、もうお肌ツヤツヤなんですよ。こちらがなぜかというと、その必須アミノ酸がたっぷり入ってますから、もうお肌プルプルになれるわけです。では最後、実はね、骨粗しょう症の予防にもなるんです。で美容とか痩せるためにはですね、やっぱり骨の影響ってすごく強く受けるんですね。なぜかというと、やっぱり骨が弱いと筋肉にも影響が出ますから、その筋肉がですね衰えていくわけですよね。でそうした時にこの麹ドリンクが持つ豊富なミネラルです、マグネシウムですとか、もう必須のミネラルですよね。そういったのをしっかりとこのドリンクで取ることで、あなたは綺麗に
痩せることができるんです。でここではですね、このベースの麹ドリンクだけでも飲んでみたいって、もう今これだけお伝えしただけでもですね、もう早速作って飲んでみようって思われると思うんですけれども、プラスここでアレンジしたお茶がおすすめなんです。でまずですね、その麹ドリンクの作り方なんですけれども、ちょっと先に麹ドリンク、そのベースの作り方をお伝えしますね。材料です。米麹が 100g、 ミネラルウォーターが 500ml、 お茶パック、もしくはだしパックでもいいですよ、大きめサイズで。小さかったら多分1袋じゃなくて2袋いると思います。でドリンク容器が1つ、たったこれだけなんです。では、作り方ですね。私が普段使っているのは乾燥の米麹です。これは乾燥タイプですけれども、生の米麹でも OK です。どちらでもできます。これを 100g 測ってくださいね。そしてこの測った 100g をですね、今度お茶パックに入れます。こういったお茶パックにですね、私はちょっと小さいサイズなので、こう2つに分けて 50-50 で分けて使っています。でこれをしっかり袋を閉じた後に、こういったドリンク容器にですね、500ml のこのミネラルウォーターをこう全部入れて、先ほどの麹も入れて、一晩冷蔵庫で寝かしてください。目安は8時間以上です。それだけで完成なんです。で味はですね、ほんのりこう甘みがあるような、こう甘酒が、飲んだことございます、甘酒、あんな感じですね。甘酒がこうほんのり甘く感じるなっていう形の、こう美味しい優しい甘いお味です。そしてここからです。ここから普段この麹ドリンクはですね、1日かけて一気に飲むのではなくてですね、1日かけて、お一人あたり 500ml、飲み切ったらいいなっていう状態なんですね。でしかもこの米麹はですね、1回使ったら終わりじゃないんですよ。だいたいそのまま飲み切ったら、その後からお水を足していただければいいです。最大3回ぐらいまでは使えるんですけれども、味がそのちょっと酸っぱく感じたりですね、すると使い回しはストップしてくださいね。だいたい平均 2、3回は使えます。でしかもその余ったその米麹ドリンクで、この余った麹はそのままご飯として炊いても美味しいですし、カレーやシチューにこう入れて煮込んでも美味しいですよ。もう最後の最後まで使えますからですね、本当にお得です。そして今からお茶の話ですね。ベースは今の麹ドリンクを使ってください。そして今回おすすめなのは緑茶です。緑茶はね、どちらのご家庭にもよくある手頃に手軽にこう手に入りやすいものですからいいと思うんですね。でここではやっぱり麹ドリンクはですね、温めると効果が落ちますから、やはり冷たいままかちょっと常に戻していただいて、加熱しないでいただきたいですね。ただ冷たいドリンクの飲みすぎは腸が冷えますから要注意です。ガブガブ飲まないように注意してくださいね。腸が冷えると良くないですよ。さあここでその痩せる魔法のお茶の作り方に移ります。先ほどその作ったその麹ドリンク飲み切りますよね。で麹だけ残った、でもう一度例えばお水入れて、2回目作り終わって、その時のそのドリンクをそのまま飲まずに麹だけ取り出していただいて、同じその500ですよね、 500ml のお水に、水出し用の緑茶、水出し用の緑茶のパックを1袋入れてください。もちろんご購入されたお茶パックによってお水の量が違うと思うんですけれども、この私のお茶パックはですね、500に対して1袋でいいですよってなってました。なので例えばあなたがご家族の分まで作って、そうですね、麹ドリンクが1リットルでしたら、こちら倍の2袋、麹も倍の 200g 必要ですよね。なのでお好みで調節してみてくださいね。ですからこのお茶のパック入れて大体 1、2時間経つと飲み頃です。さっぱりしててですね、美味しいですよ。まろやかな緑茶のお味がします。でなぜこの緑茶を入れるとさらに痩せるかと言いますと、その緑茶効果ですよね。まずは緑茶にこう含まれるそのポリフェノールという成分があなたの代謝をですね、どんどん活性化してくれるわけです。
そうすることであなたの脂肪をどんどん燃焼してくれるという効果があるんですね。2つ目はカテキン効果ですよね。これもよく耳にされると思うんですけれども、じゃあ具体的に何をするかというと、その血糖値をですね下げてくれるわけです。急激な血糖値の上昇をその下げてくれるわけですから、空腹感がですね出にくいということになるんですよね。そして3つ目、カフェインが少ない緑茶はですねカフェイン飲料です。ですから飲みすぎたらもちろんいけないんですけれども、コーヒーに比べてですね断然カフェイン量が少ないです。ですから、普段そのコーヒー飲んではいけないというわけではないんですけれども、カフェインをその大量飲むとですね腎臓にその消化負担をかけてしまって太りやすくなってしまうんですよね。なので1日取るその水分量の約3割程度ぐらいまでにカフェイン系はとどめてください。この痩せるお茶もそうですけども、だいたい全体の3割程度に収めてくださいね。コーヒーもそうですけれども含めて、全部含めてカフェインは1日の3割程度に抑えましょうということです。さあいかがだったでしょうか。このベースの麹ドリンクに先ほどの水出し用の緑茶のティーパックをちょっとひと手間加えてあげるだけで、あなたは細胞レベルでますます腸内環境がきれいになって、結果全身を巡る血液がきれいになって、痩せる根本的な体質を手に入れることができるんですよ。目安はですね、そのベースはやはりお水を取っていただきたいです。1日全体取る量の最低 1.2 リットルはやはりお水です。でプラス先ほどの麹ドリンクにアレンジでこの痩せるお茶を飲まれたりですねしてください。でカフェインは3割程度に1日かけて抑えましょうということですね。さあこの痩せる魔法のお茶であなたと、そしてあなたのご家族、そう大切な周りの方々にどんどんシェアして差し上げてくださいね。そしてこの動画のお話繰り返しご覧いただいて、こう腑に落とすまでですね、あなたの力にしていただきたいと思います。またこの動画のお話役に立ったと思ってくださいましたら、高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。